屋敷かなめは、兵庫県川西市出身の元プロ野球選手、コーチ、解説者。現在は、鉄道文化人、鉄道写真家、少年野球、大学野球のコーチ。大阪で生まれたが、1967年月に、川西に移り住む。小学4年時に、地元の少年野球チームに入ったのが、野球人生のスタートとなり、三田学園高校から1977年の、 ドラフト6位で、太陽ホエールズに入団。高木豊、加藤博和と共に、スーパーカートリオとして活躍した。当時の監督であった、近藤貞夫が命名したのは、スポーツカートリオで、以降マスコミによって、スーパーカートリオと名付けられるようになる。スーパーカートリオの結成以前は1番を打つことが多かったが、スーパーカートリオ結成時では3番を任された。引退後、 この起用について、豊さんはヒットを打つのが上手いから一番なのはわかる。加藤さんは、小技もできるから二番でいいとして、僕が三番を打つのは無理だと思ったと語っていたが、結成一年目は、唯一の二桁本塁打を記録している。その後、加藤に代わって、高橋正宏が二番に入った、ニュースーパーアカートリオでは、高木豊が三番、屋敷が一番に落ち着いた。 1986年から1988年まで3年連続通れ王を獲得。宇宙間や左中間の飛球でテレビカメラにボールしか映っていない場面で落下直前に突然画面内に現れて補給してしまう守備範囲の広さ、プレイスタイルが忍者を連想させたことから名字にかけてマスコミから忍者屋敷とあだ名されていた。 球団名が横浜ベスターズとなった1993年のオフに太陽時代からの看板選手たちが大量に解雇され、屋敷も自由契約を宣告されて、ゴミをゴミ箱に捨てるみたいにと報道陣の前で悔しがった。しかし、かねてから屋敷の外野守備を高く評価していた巨人、長島茂雄監督がすぐさま獲得を打診し、1994年に、 読売ジャイアンツへ移籍。初のフルストの対決となった4月12日の横浜スタジアムでの試合では最終回の守備につく。この時、前年まで在籍していたベイスターズファンからも大きな歓声と拍手で迎えられた。この最終回にロバート・ローズの打球が屋敷の守備位置に飛んできたが、折からの風雨のために両手を上げる形でエラーをしてしまい。 さよならの決勝点を許す。この時の公式の記録は、ローズのツーベースヒットであり、エラーではなかったが、翌日の各スポーツ紙で万歳エラーとして、中にはトップ記事として取り上げられた。彼自身、この時に非常に悔しい思いをしたが、当時の監督、長島修行に、君に取れないものは誰にも取れないと言われ、また巨人ナインも、気象に文句を言うしかないと評したという。 この年に初リーグ優勝を経験し、日本シリーズにも初出場。長島の監督として初となる日本一に貢献した。特にこのシリーズの第2戦の最終回の同点を阻止したダイビングキャッチで勝利に貢献した。1995年はシェーン・マックの加入もあって、出場機会が減り、この年限りで引退。ゴールデングラブ賞5回。 投類を3回と守備と走塁には絶対の自信を持つ選手であった。引退後は TBK、RF ラジオ日本で解説者を務めた。巨人の1軍外野守備兼走塁コーチ、2軍外野守備、走塁コーチも務めた。2001年から2008年にかけて開催されたプロ野球マスターズリーグでは東京ドリームスの外野手として活動した。 巨人コーチに決めから退いた後の2006年からは、少年野球の指導に力を入れ、公益社団、法人少年軟式野球国際交流協会の理事を務める一方で、SL カメラマンや鉄道評論家としても活動。2007年からは再び解説者としても活動し、2014年から神奈川大学の臨時コーチにも就任。 太陽時代の選手の中で、屋敷と斉藤明夫の二人は髭を生やし、トレードマークとしていた。なお、当時の応援テーマ曲は、オブラディ、オブラだからの財布だった。巨人在籍当時、巨人軍は、新したれをモットーとする球団の方針として、髭を生やすことは一応は禁止であったが、長島がその髭を気に入ったこともあり、巨人の日本人としては珍しく、 ヒゲを剃らずにプレーした選手となった。古田厚也とは、出身小学校が同じであり、屋敷より6つ年下である。現在の活動は主に生体保存中の蒸気、機関車の撮影及び、蒸気機関車の鉄道模型向けの N ゲージレイアウト、作成である。現役時代はほぼ中断していたものの子供の頃から、鉄道ファンであり、ファン専門誌 レールマガジンでは2008年9月号から日本国内に保存されている蒸気機関車に対しての連載コラムを執筆するほど造形が深い。屋敷のジップも蒸気機関車の写真を撮影しており、屋敷のコラムにもジップの写真が掲載されている場合がある。日本全国に点在する500両超の動体、生体保存機関車を取り尽くすために少年野球の指導をしながら、 全国を旅している。連載以外に雑誌の取材を受けることもあり、2010年12月発売の週刊新潮2010年12月30日2011年1月6日合併号ではモノクログラビア、昔はスーパーカートリオでも屋敷金目は SL 取り鉄として2012年6月4日発売の週刊現代2012年6月16日号では カラーグラビア、トールイオ、ー、ヤシキカナメが撮った、僕の SL 写真コレクションとして、SL カメラマンとしての活動模様が紹介された。2014年2月には、猫パブリッシングより、目指せ打率10割、ヤシキカナメの保存無識完全制覇が刊行された。同年3月には、東京と京都で、蒸気機関車に関するトークショーも開催された。二千十五年からは、 鉄道模型雑誌 RM モデルズの不定期連載企画と連動して鉄道模型のレイアウト作り及び鉄道車両のキット制作に進出した。また2016年より鉄道模型コンテストに招かれて講演することもあり、また同年の鉄道模型コンテストの会場で自身の作成したモジュールレイアウトが展示されていた実績もある。屋敷はレールマガジンの記事において 鉄道模型の蒸気機関車だけではなく、蒸気機関車に牽引される客車についても、実物と同様の列車編成にこだわるようにしていると、語っている。野球関連、いずれも、解説者としての出演。鉄道関連、インターネットアーカイブの保存キャッシュも含む。ありがとうございます。